皆さんどうもピーマンドです。今回下克上ペナント実況26回目はオリックス戦からスタートしていくからね。今回もまた、前回に続き2カードプレイしていきたいと思います。オリックス3連戦とその後も控えている楽天3連戦、合計6試合になりますね。相変わらず全く勝てずに、借金は膨れ上がっていく一方ですから、久々の勝ち越しをなんとかこのオリックス戦でできればいいんですけどもね。やっていきましょう。今季の対戦成績は3勝6敗という負け越しできてますが、このゲームではどうなるか。勝ち越せるようにやるだけだよ。今日1試合目のオーダーはこんな感じ。調子のいい選手がちらほら揃ってるんでね、その選手たちが頑張ってくれたらいいんですけどね。で、先発内海です。今日の1試合はチームがピンチになるとプレーしていくからね、多くのピンチが来るとは思うが、それを抑えて勝つ1戦目やっていく。さあ内海、神ピッチングを期待するぞ。初回はゼロで抑えたね。初回はいいんだよ、その後がどうなのかっていうのが大事でね。3回に今日初めてのピンチ、それもノーアウトか、きついな。バントシフトで決めさせたくないとこではあるが、どうだ、いいねいいねいいね、よしよしよし。ここは送りバント失敗でランナー送れず、理想的な形やね、こっちにとって。やっぱそのままね、得点圏にさらにピンチになると失点するリスクは高いですから、ランナー3塁で上位陣に回したくないからね。よしよし、北条が取る、誰が取る、北条が取ってアウトにできるかしら。アウトだね、ギリギリね。今サードが取るべきとこだよ。いや、よく取ってよくアウトをしたわ、これね。肩力ありますからいいね。まあでも怖いのは前回のような魔送球をね、たびたびやる選手なので、そこちょっとヒヤッとするんですけどね。さあ結果ランナー進塁もさせずに2アウトまで来てるよ。いいね、こういうピッチングを皆にしてもらいたいんだけどね。ぜひとも最後までアウト取りましょう。よし、いけたね。ふう、今日初めてのピンチも難なくゼロで抑えました。さあ最初の送りバント失敗がこっちにとって大きかったね。さあこの勢いは打線の方でも活かせたらいいんだが、点は入らねえか。うわ、でまたピンチだ。でも2アウトだからね、ここもマレーロ抑えればいけるんだけど、そのマレーロン軽く弾き返され、ホームラン。なんで全然ええ球や。あれ打たれたら Y 投げる球ない。いやもう内海は何にも悪くないよ、ほんとね。残念って感じだね、相手がすごすぎた。なんでこんな初球で打てるんだろう。完璧に決まったアウトローのスクリューボールだよ。わけわからんわ、打たれる理由ゼロだよ。理由を探してみ、見つからないから。見つかることはないでしょうね、絶対。ふざけるなよマジで、こんな形で失点許されるか。ストライクゾーンに入っただけで打たれる、きつすぎねそれね。野球じゃなくねそれね、ひどいわ。 まだ2点だからね、この2点で絶対に抑えないとダメだし、打線も頑張ってほしいんだけどね、なかなか点取れてない状況が続いてるんで。打つに踏ん張れ。よしよしよし、ピッチャーが取るよ。オッケーオッケーオッケー、はいオッケー。まあもうしゃあない、あのホームランはあれ、ここからゼロでいけばいい。もう1イニングいけるでしょう。6回行ってもらわないと逆に困るわ。よしいいぞ、抑えたね。フォーで打者が頑張らない、ふざけるな、やれよ仕事をね。で宇都宮もう1イニング、いやもうさすがにこれ以上引っ張るのはきつすぎるね、やめときましょう。さらに痛手を追う前に変えて、ここはね前回の動画で撮ったばかりのヒューズ、君に決めた初登板で炎上をかました男ですが、ここで抑えてくれることを信じてね。そいつが打たれてノーアウトランナー1塁3塁、どうやったらこんなピンチ招くのっていうピンチだよね。おかしいな、球速がないからね。右 P で球速がマックス141なので全く通用しねえわ。なんで取ったんだろうね、取る理由ないんだよね、こんな選手。もう勢いに任せて取ったんだよ、流れを変えたくてね。その結果こうなるっていう。はあ、任すんじゃなかったこんなやつに。この点差で送りバントしなくてよくね。いやありがたいわ、自ら一つアウトくれるんやけどね。一つのアウトも取れなさそうなのが続いてたんで助かったよ、こっちからしたら。何にもいいとこないもんねこのピッチャー、本当なんで取ったんだろう、わけわからん。いやスカウトのね、なんていうの、レポートではもっといい能力だったからね。球速も、まあ、146か5だったので、まあ、それならばいいだろうっていう。
期待はしてたんですけどね。ただ実際に来てみたら141、マックス141ってことは平均130キロ台だからね、ストレートが。そんなやつ通用するわけないんだよな、よほどの変化球持ってないとね。その変化球も大してないしね。でカットボールというね球速があればそれは通用するだろうが、球速ないやつがカットボールを覚えても意味ねえよ。弾き返されるだけだよ。あ、一気に5失点ですね。ここまでのゲームが嘘かのようなクソゲームになったわ。ほんでここに来て打線が頑張りを見せる。もう腹立つでしょ。ほんとストレス溜まるよ。この繰り返しだよ。投手が炎上したと思ったら野手が急に目覚め出すっていうね。おかしいだろ。もっと早く目覚めておけばね、あのヒューズをあそこで使うこともなかったんだけどね。こんな点取られた後目覚め出しても時すでに遅しだよ。またこのピンチだしね。おっしゃ、ゲツ。いやもう打線頑張ってもらいましょう。目覚めたんならこの点差ひっくり返すくらいの勢い見せろ、力をね。おい、いいぞ。3点差だ。また捕まる。もうあのさ、打たれるのが自分らの仕事だと思ってない、お前らね。このチームにいるピッチャーたち、そんな楽な仕事この世ねえよ。そんなの大金稼げねえ、なめんじゃねえ世の中ね。ここでロメロ、今日は一度しか凡退してないね。三振、いいじゃない。そのピッチングをなんでランナーがいないシチュエーションでできねえんだよ。はい、三振。ここも乗り切ったよ。おかしなことやっとるで、ほんと。ピンチ招く前にこのピッチング見せろ。残る1に、イニングは1イニング。まあ、そこでやってもらいましょう。お願いします。点取って。とりあえず3点差で敗北ですね。打線が目覚めるのも遅いし。ね。あの助っ人外国人ヒューズがまんまと打たれるっていうね。0回3分の2を投げての5失点。このシリーズ史上最悪のクソ助っ人外国人です。取るんじゃなかったわ。はい、もうこの選手2軍に落としましょう。早速ですけどね。防御率 37.8。球史に名を残したね。クソ助っ人外国人として。代わりにあげるの誰行こうかな。斎藤佑樹あげようと思うわ。斎藤もまた防御率36点台。37点台のピッチャー落としてあげるピッチャー36点台っていうね。悲しいこのチーム。そういうやつしかいないのか。もういいです。斎藤でいいです。うん、じゃあ続いてオリックス2試合目ということになりますね。オーダーこんな感じで、今日の試合はチームがチャンスになるとプレイしていきたいと思いますのでね。早々と打線で打って勝ちましょう。さあ行くぞ。いいね、初回からのチャンス無駄にしないように。相手先発効果絶不調ですからね。まあそもそもここまでまともに抑えてないピッチャーですから、いやチャンスで溢れてる、うん、オリックス戦唯一勝つチャンスがあるとすればこのコークを打って勝つやね。はい、フォアボール。えい、チャンスは広がったね。制球面でも今日はもう定まってないですから、初回からこれだ。いやこのピッチャー降りる前に早々と勝負を決めたいね。このスタミナだとわりかし 2,3 回で降りる可能性があるのでね。下ろしたくはないよ。鋭い打球は抜けていく。すんごい打球だね。さあ、ホームゴー、トコ、もう一人帰ってええわ。暴走か。そういう判断ミスが敗北を招きかねるんだよ、お前も。しまったな。いやリレーも良かったな、中継リレーもね、早かったわ。かぁ、もったいないな。1点取ったが。まあまあ、でも今日は本当溢れてると思いますので、先発雲が5失点、その後も打たれて8失点。点も1点しか取れてないっていうね。あれ、俺チャンスで溢れてるって自分の口で言わなかったっけ。言ったはずやよね。なんで負けてんねん、こんな大差でね。わけわからん。理解できないって感じ。え、そのまま敗北？絶対やだよ。追われるか、こんなんでね。でも、着実に終わりに向かっていってるね。あと2イニングです。どうする、何をする。さあ9回にチャンスを作った、それもノーアウトだ。ここから見せましょう、奇跡というやつをね。第2球投げた、打ちました。はい、正面のゴロで進塁打にならずにワンアウト。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。まだあと2つある。よし来たよ、見せるっつったろ奇跡をね。まず1点は返した。これで点差はまだまだです。7点ありますけど。遠いよ。勝利までの道はね。ただ必ずあとアウト2つ取られるまで7点取る。っていう気合は空回り。9対2ですね。奇跡など起きまへん。負け。先発久保が大乱調。5失点やね。ほんでその後投げた斎藤、上げたばかりの斎藤も
打たれこれや。でも斉藤は結果的に防御率を大きく落としたね。 14.5 まで落としました。失点して落ちる防御率、元がひどかったからね。はは、いい、今日唯一失点してないのはバス程度のみ。そのバス程度も一つのアウトしか取ってないからね。それ以外のピッチャー皆が失点というね。で、打ってはコークから1点しか取れず、コークは結局何回まで投げたの？ 4 回投げてるの1失点か。恥ずかしいね。ヒットも3本しか打ててないし、あの調子のピッチャー打てないっていうのは本当終わりだよ。息を吸うように、そして吐くように負けるのがこのチームだ。わかるだろ？さあ、3戦目ということになります。負け越しは決定してますが、勝つことはできるか。最後はチャンスピンチでプレイしていきたいと思います。ベストオーダーはこんな感じですね。現在、前回の動画またいで4連敗ということになってますから、今日負ければ5連敗ということとなるわけだ。ま、負け慣れてるチームやからね、うん、4が5になろうが5が6になろうが今までもっと連敗してきてるんで別に、うん、まあ言っちゃいいんですけどもね。まあ、でも負けたくはない、これ以上はね。さあ、初回からピンチ、オムハヤシ抑えろよ。やるなよ、初回から。取るのはこっち、やるのはこっちじゃない。やっちゃ負けるからね。素晴らしい、いいカットボールやね。あの辺つけばアウトは取れる、間違いない。間違いないはずなんですけどね。またピンチ、カットボールをもう少し生かせ。このカットボールがあれば抑えれるはずだ。ナイス、追い込んだ。さあ、またアウトローのカットボール当ててきて、北条は取れない。補給能力の低さ、何なの、わかんねえ。タイミングかな。いやー、何なんだろうね。エラーではないですからね、ヒットですから。そもそも抜けるとこ北条だから当てれたっていう話やね。はあ、でも当てるな、止めてほしかったな。そしてアウト取ってほしかったな。それを期待して飛びついたのもね、結果失点しちゃダメじゃん。 まだ1点やからね、まだまだ追いつける範囲ですわ。とにかく前の先発のようにね、試合をぶち壊しにするような炎上だけは回避してくれたらいいんだよ。だから野手で頑張れば勝てるからね。野手で頑張りを見せる前にうちのゲームっていうのは決まる試合が多いですから、先発が炎上してね。ほらね、すぐ1点取り返すんだから、それが強みだよ。ただまたピンチか。ちょっとスタミナも切れかけてるしね、5回投げ切るのも困難な感じだが、まあまあまあ、ここはアウト取って、はい、2アウト、ランナー2塁で、下位打線のキャッチャー若月を抑えて帰る、ベンチにね。この調子だとちょっときついかもしれないって言ってるそばから、1割台バッターの若月に打たれる。なんでやねん。理由が何一つとしてわかりません。もうほんでまた1割台バッターか。これにも打たれたら終わりだよ、即刻引退やな。危ないよ、引退したいのかな、まだ野球続けたいだろ。これから始まっていくんだよ、おもはやしの伝説はね。抑えてくれ、終わらすわけにはいかん。嘘でしょ、うわー、抜けていく。1割台バッター2連打で、はい、勝ち越して。まあ、1割台以下のピッチャーたちが集まってるのがこのチームなんでね、一軍で投げるレベルの選手じゃないですから、はい、悔やまれる失点やね。打線が頑張れば勝てるゲームだぞ。ここまで接戦なんだからチャンス来いよ。今日はチャンスピンチだ。よし来た、ようやくね。行こう、7回裏だ。ワンアウトランナー1塁3塁、とりあえず1点は入れていこう。振り出し戻しましょう。ピキーや、そこでそれやる。オッケーオッケーオッケー、らしいね、このチームらしい野球をしてるわ。観客ブーイングもんのね、ホーム球場ですけど、試合に出ただけでブーイングされますから、もうそこまで落ちてるからね。まずブーイングされるほど観客来ねえよ。親戚2人1人くらいしか来ないんじゃないかな、選手のね。悲しいね、金払って見る野球じゃないからね、このチームの野球は。あと1点が届かないどころか、またこうやってピンチ来るからね。でもここを抑えて勝ちの可能性を信じる。こっちは裏ですからね、逆転してサヨナラもある、この展開だとね。よーし、エリオットは踏ん張ったぞ。さあ、あと2イニング、よし、チャンス来た、行こう。
ツーアウトランナー二塁という。よーいで原口の打球は吸い込まれた。前進守備やね。いいとこ打ってんのに。ロメロのグローブにそっと吸い込まれたよ。落ちていたらというたられば意味ない。落ちてないからね。ノーアウトランナー二塁という場面で吉田。うわこの接戦制せないのは痛いな。唯一このオリックス戦で勝てるゲームが来てんのにね。この3戦目で連敗止めれんの。三振 OK。 でそのチェンジアップを確実に打たれる。まあ大丈夫、ランナーはホームには行ってない。うまく打たれたな。 T 岡田をなんとかしてアウトを取るしかないぞ。よし追い込んだ。へえ、いいよ簡単に。え、最後もストレートでいい。インハイ、そのインハイ弾き返されてこっちは取れない、落ちる。はいはい、これです、これがうちの野球です。踏ん張りきれません。いきなり151キロ、スローカーの一つ取れねえんだよな。ここで取るも遅いでしょ。取られる前に抑えないと。もうはい、チームはそのまま敗北ですね。オリックス戦もスイープ、連敗止めれず。1割台バッターに連打されるからね、そら負けるわ。よくこの点差で終わらしたよゲームをね。もっともっと圧倒的に終わっててもおかしくなかった。ある意味そういう部分では俺たちの勝ちだ。で岡本のようやく今季1号が生まれましたね。遅すぎます。今ノリノリで調子絶好調でずっと起用してんの、今まで一発出てなかったからね。もう100打席近くあるよ岡本の打席ね。それでこれですから、褒められる部分ではないですが、今日唯一得点取れたのはその岡本のホームランのみですからね。はい、続いて楽天3連戦ということになりますのでね。ちなみに今季楽天との対戦成績は1勝8敗とめっちゃ大きく負け越しているわけ。勝ててないからね。オリックス以上にボコボコにされそうな感じはありますけども、なんとかこの試合でね、現在5連敗という流れが続いて、ほんと借金も39まで膨らんでますからね。ちょっとでも返せるように楽天戦でまず連敗を止めましょう。1戦目で止めれたら理想的やね。1戦目のベストオーダーはこのようになってます。先発は山口、そして先ほどホームランを打った岡本を今日4番起用でいきましょうよ。今日1試合はチームがチャンス&岡本の打席に注目してやっていくからね。勝てるよう全力を尽くす。さあ行くぞ、打線爆発、アンパンマンで行こう。爆発したのは相手打線でしたね。こっちの打線が爆発することなくですよ。まだ2点差だ、関係ねえ。岡本で2試合続けてホームラン打って勝つ、それが理想でしょう。まあ、ノリノリということもあり、パワーもだいぶ増えてますからね。通常の能力のパワーは D なんですけども、今まあ C に C くらいあるんじゃないかな。まあ当たらなきゃ意味がないけどね、自慢のパワーも。大して自慢じゃないけどね。また失点、2イニング連続失点。山口さん、ここまで抑えてくれてた山口さん、打たれまくりやね。バッティングピッチャーじゃねえか、ただ。でクソボール手を出しアウトだ。しっかりとした見極めができてないからね、ストライクゾーンの。ボール球振ってるうちは点なんて欲しくても入らねえよ。入るのは相手チームだね。また失点で4点差。さあ今日初めてチャンスやってきたね。ノーアウトランナー2塁でこのチャンス、1点でも取ってますね。6回1点、7回1点、8回1点、9回1点同点で、10回1点で勝ち越し、それで勝つ。できれば理想、できないから悲しい。理想は理想、現実じゃない。現実はこれや。悲しいね、まるで俺の人生みたいだよ。ゲームでも俺の人生のような野球を味わうとはね、楽しくねえわ。でも大丈夫、ここから逆転を起こしてやるよ、カイジ並みのね。おいえ、繋いだ。さあここで4番岡本、狙うは一撃一勝。ほら来たよ、この自慢のパワーを発揮する場所がね、今ここでやってきた。さあいいぞいいぞいいぞ、ランナーストップだね。1点返したよ、岡本の自慢のパワーを発揮した。素晴らしいね、カキーン。ただまだ3点ありますから、3点差ね、まだまだと。まあこの場合一撃で同点ですからね、理想的な展開を作りたいが、どうだ、これも抜けていく。さあさあ奇跡の始まりだってばよ。2点目ゲットだぜ、イエイエイ。いけるないけるな、乗り始めたぞうちの打線が。ノリノリダンシング中だわ今、ハマってる。それも強振でうまく捉えられてるからね。この打球はセンターの守備範囲も犠牲フライには十分すぎる距離だ。歩いて帰ろう。イエス、これで1点差。行くぞ行くぞ、今からやるぞ。
来たぞ。さあしっかりと抑えろよ。まずピッチャーが抑えることは前提だ。ほんでよーし、4点目入った。同点同点同点、行こうやろう、カート。さあここで岡本、先ほどのツーベースは素晴らしかったね。あと1本求めるのはそれだね。この場面で理想的なのは岡本のソロホームラン、2試合連続の一発で勝つ、それが理想だが、これも打ち上がった打球、出塁もできずやね。まだでも他の野手が打ってくれて勝つという未来もあるが、ここで打たれるのはうちの方でしたね。最後のチャンス作ったよ、打ちましょう。クローザーの青山が出てきたね。福山か、行こう行こう。まだ終わってね、何一つ終わりじゃない、ここから始まるんだよ。終わったね、はい残念。カッコつけたこと言った結果すぐ終わったわ、面白くないね。勝てるゲームやと思ったんですけど、結局負けゲーム、なんでだろうや。抑えられないからね。答えは一つはっきりしてる、くっきりと出てるね。はい、今日もですね、エリオットさんが打たれました。そしてイチローに今季1号が生まれたね。マジか、素晴らしいね。7回の一発はイチローの一撃か。これで1点差迫るも、8回裏にエリオットが打たれるってね。よかったよかった。もうイチローが1本打ってくれただけでも十分ですわ。ほんと岡本でも打てたしね、1本ね。まあヒットですけど。いやいや、気持ちいいね、気持ちいい。負けたけど勝った気分だわ。イチローにようやく本塁打1がつきましたからね。まあ能力的にもなかなかホームラン打てるような能力ではないですから。うん、ここ数年の一連を再現して作られたものなんでね。ただ負けたんです、エリオットさんね。はい、また助っ人外国人がうちのチームの敗北に絡みましたとさ。軽々と失点やからね、あのシチュエーションでね。絶対抑えてくれよと皆の期待を背負って投げた結果打たれるやつ、なんやねんそれね。はい、ついにゲーム差30ゲームなんて言わない、41ゲームまで広がりましたね、首位とね。落ちていく一方です。もうぶっちゃけ言いましょう、このシリーズ打ち切り確定です。残る前半戦のカードで、このゲーム差を一気に30ゲーム切るとこまで持っていくことはもう物理的に不可能です。ですので打ち切りは決定ですけど、まだ頑張る。連敗をなんとか止めれるように楽天2戦目やっていきましょう。今日の先発は藤浪で、今日はチームがピンチ&イチロー、先ほど今季1本目の本塁打を放ったイチローに注目していきたいと思いますのでね。まあ率もここまで2割8分5厘というね、結構打率の高いですから、何よりもこのイチローの魅力、このペナントで本当得点圏で打ってくれてるからね。イチローがいなかったらこのペナント本当もっと悲惨なことになってるよ。もう6月終わった時点でこのシリーズ打ち切ってた可能性もあるね。イチローがいたからなんとかここまでやれているんだよ、それだけやから。まあ、今日もイチローでね打って、できれば今季2本目のホームラン打ちたいけどもね。今季1号出ましたけど、僕の手で打ったものじゃないんでね、ちょっと打ちたいな。欲張って強振でやるとこういうことになるんですよ。できないことはするもんじゃない、何にも言えることだね、人生にも言えることやね。さあ藤波さんは初回からランナーを二塁に招いて、そして軽々とセンター前に運ばれて失点免れないね。これね、ここから失点しなかったらもう大谷同様お前も海渡れっちゅう話だよ。いけるわ、頑張ってみようかね。失点なく行きたいけど軽々失点ドエース。藤波レベルですらもね、このチームのユニフォームを着たらこれやからね。まあレベルですらっておかしいけどね。そもそも去年は全く活躍せず、ほんでね、このパープルでも2軍に収録されてる選手ですから、だからこのチームにいるんだよ。むしろこのチームに一番ふさわしい人間かもしれないね。このダサい青のユニフォームがよく似合ってるよ。このチームのユニフォーム着ただけでね、柳田レベルですらも一気に2軍級に落ちるかもしれないね。呪いだよこれは、ある意味ね、弱者の呪いが詰まってるユニフォームだ。はい、なんとか正面、会心の打球だったぜ。ペゲールの打球はえげつねえ、そのまま内野手の心臓を貫いて後ろに行くかなと思ったよ。ペーニャとねペゲールの打球は恐ろしいね。俺がプロの内野手なら守らないわ、守れないね、怖くて。はい、また失点し、点差は2点に広がる。ほんとね、比較的抑えてくれてた藤波ですらも、そしてまあ山口もそうだね。うん。まあもうここに来て打たれまくってますから、だからチームの連敗が続くんだよ。ここまではこの2人のおかげでね、なんとか勝ててたゲームっていうのもありましたよ。その2人すらも打たれ出したら、それは負け出すわな。泥沼だよ。どほほほ、強すぎる、よく今井も反応したな。ベテランの技術やね。今よく取ったよ、マジで。ほんと今井の腕ごとスタンドインでもおかしくなかったのも、そんなのね、すごい強い打球だった。
当たったらもう骨折待ったなしのやつや。顔面に当たったら想像はしたくないよね。ゾッとする光景でしたでしょ。点差は広がり2イニング連続失点。ボコボコやね。今日の1試合で藤浪の防御率も爆上げや。もともとは3点台前半だったんですけどね、もうすでに 3.77。 まだ打たれる可能性もあるんでね、4点台まで一気に上がるかも。はい、三振。もうやらねえ、気持ちはそれだよ、やっちゃダメなんだ。さあ一郎、得点圏で回ってきた。4割0分5厘というこのパリーグ屈指の得点圏を残してるからね、ここでは一郎らしさを見せていきたいわ。ほらね、ほらね、ほらね、もう、これこれこれ、もう、ああ、もうええわ。これだけでおかずいらない。もう十分。夜のおかずもいらない。1ヶ月は生活できるね。これと白米だけで。いけるいけるいける。もう、本当になんかいろんなものが溢れてそうだね。汚いものが、ビャッ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 と。それくらいなんか価値のある映像ですわ。素晴らしい。ゾクゾクするね。ゾクッとするだろ。本能がうずくだろ、今のヒット。いや、もう素晴らしいわ。本当に。気持ちいい。あのヒットが俺今パープロで打って一番気持ちいいランキング1位のヒットですから。得点圏でね、左バッターでサード後方にしてポトリと落とすやつ。ホームランよりも気持ちいいよ、これは。ゾクゾク感パネーも。さあ、チーム3点。追いついたよ、これ。イチローの頑張りもあったからね。だからこそ藤浪も頑張りを見せてくれ。これ以上打たれるだけのピッチャーになってはならないが、取れない。またもや打たれるだけの P になりましたね。ああ取ったと思ったらその後すぐ取られ、この繰り返しだ、マジで。勝てそうな瞬間っていうのはあるんだよ、このチームにもね。決して毎試合ボコボコにされてここまで来たわけじゃないですから。でも終わってみればっていう試合が多いからね。あれ途中まで勝ちゲームだったのね。びっくりだよ。試合を生で見てないね、視聴者は。仕事とかの合間ね、ちらほら結果見ながら。そういう見方もあるでしょ、野球っていうのはね。パソコンとかでね、ああ今勝ってる、ああ今負けてるとかね。そういう見方してる人にとっちゃこのチームっていうのは驚きだろうね。あれさっきまで勝ちゲームだったの、なんだこれ、終わってみればボコボコじゃないかみたいな。ある意味なんかいろいろと奇想天外なチームで。マジでもう抑える術ないわ。ほんで藤浪のスタミナ切れだし、スタミナ S ある選手なんですけどね、5回で切れる。まあピンチを多く招いてね、球数も多い選手ですから。いくらスタミナが S あってもこれだわ。ほんでマイナス能力も多いしね。ここでズバッと決まったよ。さあまだ抑えて、とりあえず5回は投げてくれ。はい、投げ切ったね。投げ切るも最後にちゃっかり勝ち越し点を許して去っていく。最悪や。来年も2軍やな、これ。さあ一郎に回ってきた、一発打とう。完璧に捉えれば飛ぶと思うんでね。だからホームランにするには完璧に捉えないとダメですから。こういう打ち損じじゃ何も始まらないんだよな。1点が遠い、頼む、取ってくれ。来るのはピンチ。まあ今日はピンチでのプレーですからね。最後一郎で回ってきて、その一郎でね、点取って勝つっていうのが理想ですけどね。はい、いいぞ斉藤。 OK。 防御率13点台だけあるわな。でここで打たれるっていうさらに悪化やね。走者一掃。ああ、はい、勝ちゲームから一気に負けゲームですね。はあ、終わってみればまたこういう感じ。はい、アウト取るも遅い。その前に取っておけばこの2点もなく勝ちゲームだったんですけどもね。はい、ゲームセット6対3です。終わりです。イチローの頑張り虚しく、またもやピッチャー陣が打たれて負ける、その繰り返しです。なんでアキレス腱痛。ポジティブの塊川崎、全治3週間の怪我ですから、もう前半戦シーズン間に合わないよね。はい、で川崎はもうこのシリーズではおさらばということになりましたね。もう二度と選手としては使えませんから、二軍に落としましょう。何ブリテン、名前からしてお前もうクソだろ。クソで溢れてるわ。もうええわ。残る前半戦限られてるしね、シリーズ打ち切り待ったなしやから、もういろんな選手と契約して、もう取っていきはええや。ブリテンも契約しようかな。どうだ能力は。ランクは C ランク。な、もう能力的に全然大したことなさそうですけどね。ただポイントも限られてますからね。この一気に4万ポイント払ってパークス取るのもありじゃね？なんならば。
ありだよね。ただもうこの選手取ると他の選手取れなくなってしまいますので、ポイント的にもね4万ポイント必要ですから。でね、スカウトのレポートではこのような能力もう地雷でしかないと思うけどね。 A ランクですからもう取りましょう、うん、このシリーズ最後の助っ人外国人、これ取っていきたいと思います。パークスと契約、そしてそのパークスの能力を今から確認していこう。あのレポートは当てにならないからね。あれよりも低く出る場合もあれば高く出る場合もありますから、パークスはどうなんだっていう話だよ。どうだ？こんなやつに4万ポイント払ったやつバカかな？お前なんだよこれ。どこの高卒ルーキーやと言いたくなるね。ひどい。こんなやつを俺はどうやら取ったらしいね。何にもいいとこがない。球速もコントロールもスタミナもね、 A って出てたけど結果 C の68っていうね。これプラス特殊能力盛りだくさんならまだ希望はあったけど、それすらもないからね。で、変化球だってスライダーは変化量3あってもその他全然ないんだから意味ない。はい、またも薬草を取ってしまったが、取った以上は仕方がないからね。もうこの選手上げていきます。うん、取ったんならせっかく使わないってなんかもったいないでしょ。久保落としてパークス上げたいと思いますわ。はい、そしてこの楽天3戦目、取ったばかりのパークスをね、もう早速使っていきたいと思いますのでね、能力的に頼りないが実際に投げてみないとその選手の実力というものがわからないからね、最高のピッチングを期待したいと思います。ベストオーダーはこのようになります。最後はチャンスピンチでプレイしていくのでね、連敗止めれずここまでオリックス戦、楽天2戦終わってますが、今日止めれるか。止めなきゃダメなんだ。やりましょう。なんとかね、新助っ人外国人を使って。やるんです。意外にもね、能力的には大したことなくても実際にやってみたらめっちゃ抑えるっていうパターンも過去のペナント実況だったりいろんなものでありましたからね。どうだろうね、この投手は。おい、で初回から1点取ったよ。いいね、その新助っ人外国人を援護する。まず1点ですね。打線がこれだけ頑張ってくれてるんだから投手も応えないとね。無駄にするわけにはいかんよ。さあ、まだ連続ヒット続いてるね。ホームゴーホームゴーホームゴー、いけるいけるいける。2点目ゲットだぜ、イエイエース。もうこれお前ぶち壊しにしたらもうこの1試合で即刻2軍に落としてあるよ、あの助っ人外国人ね。それはないとは思うが、4点入ったんだからね、もう十分連敗絶対今日の試合で止まります。ここで止まらなきゃどこで止める。このシリーズ前半戦最後まで負け続けるでしょうね。第2球投げました、打ちました。絶対勝てる、今日に関してはもう絶対です。いつも絶対という言葉はないとは言ってきているが、もう絶対ったら絶対だ、本当に絶対 100% です。100勝てる試合だ。負ければ俺は何も信じなくなるからね。野球というスポーツすらもちょっと信じられない、サッカー信者になります。うわー、ピンチ招くも、まあ、でもここで抑えればいいだけの話なんやからね。うん、いいぞいいぞいいぞ。エース2回のピンチ、初ピンチも難なく抑えましたね。スプリット1っていうのは逆に打ちづらいからね、いい感じで芯外れてくれますから。変化量が全てじゃないからね。あららら、らでも2点取られちゃったぞ、おかしいな。でまたこのピンチだぞ。おい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 、チームは初回から4点やで。これで負けたらお前の2軍行きは即刻決まるんやで。絶対あかんで、そんなことね。頼むから抑えてくれ。よし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 、ここも抑えたね。OK、さあパークスはとりあえずこのイニングもと期待するんだが、またも捕まる。挨拶代わりに捕まってないか。はい、私パークスですよって感じでピンチを招いてますよね。でここも打たれて3失点。気がつけば初回の援護はもう1点しかないっていうね、1点差しかないという。なんやねんこいつ、役に立たねえわ。能力クソ、実際投げてもクソ、ええとこなし。なんで取ったんだよ、なんでこんなの4万ポイント払ったんだよ。地雷を思いっきり取るというね。はい、内野だ。でこの打球は頭の上越していく。はい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 、ちゃちゃちゃんちゃん、同点です。あれおかしいな、絶対って言ったのに、 100% って言ったのに負けそうだぞ俺。パークスさんが全部英語を台無しにしましたね。はい、助っ人外国人2人目のクソ助っ人外国人ということになりましたね。いや、取った選手みんなクソと言ってもいいよ、いいものなんて一人もいねえ。あのエリオットですらもクソだよ、数字で見てもね。能力で見たら高い選手かなと思ったんだけど、取るんじゃなかった。このシリーズ本当6人くらい取ってますけど、全部クソと言ってもいいよ。はい、時すでに遅し、今三振取って何になる。守れこの4点を。ほんでピッチャー変わってナックルボーラーバステードになるも打たれるっていうね。
自慢のナックル投げときゃ打たれるわけねえんだよな、よほど甘く入らない限りね。はい、このピンチも抑えたよ。ただ野手陣はね、あの1回以降点が全く取れてないので勝てそうにないんだよな。あえいで勝ち越し点を許すバステードさんがね、またもや助っ人外国人がこのチームを敗北へ導くっていうね、死神かなこっちのチームのね。さあ最終回にチャンス来ましたよ。1点差ひっくり返せるか。2アウトやからね、打つしかない、やるしかない。劇的な展開最後起こそうよ、せめて。うわー、完全な打ち損じ、ゲームセット。ないないない、言ってるじゃん、いつも言ってる。この動画ですらももう2、3回言ってる。このチーム奇跡ねえから、それねえから、絶対ねえから、期待すんなってばよ。えい、でも岡本の今季2号が生まれてるね。ここに来てちょっとホームラン打て出してきてないか、岡本さんね。え、でもチームはまた負けですから、岡本が打ったら負けてね、このチーム。岡本打ってなきゃ勝ててんじゃねとは思うけどもね。はい、新助っ人外国人のね、ピッチャーが登板したわけだが、結果このようになりました。パークスは4失点ですね。はい、今日は助っ人外国人、みんな助っ人外国人なんですけども、まあその後投げたバステーでも敗北に絡む1点やってね、負けっていうね。はい、今回の動画では6戦プレイするも一度も勝てないという屈辱的な展開になりましたね。あ、それは当然勝てる野球をしとらんからね。連敗は膨らみ8連敗です。借金ももう42ありますからね。シートのゲーム差も 42.5 ゲーム差ということになってますのでね、次回ソフトバンク戦からスタートということになります。いやい、前半戦の残るカードはあと3カードです。その中で何をするか、やれることはあると思いますのでね、この2軍ペナントチームでやれることっていうのはこの7月30日の試合までにやっていきたいと思います。まだまだ続きますので楽しんで見てくださると嬉しいです。全然楽しめない動画になってますけどもね、次回はもっと楽しめるようにソフトバンクに下克上を起こしましょう。てなわけでここまで見てくださったみんなありがとうね。グググググバイ、またもう。